今天我和苍锅来历是来到了一所初中，我是阿波利，大家都叫我东东，是一名演员。中午我们被邀请和学生们一起吃午饭，等待着我的是一群超出我想象的现代中学生。一次没有台本的旅行，今天学生们的表演让阿布里震惊了。这首歌是阿布里出演的《花样男子》的主题歌。そうなの？久しぶり。そういう男だ。なんだよ。今日はたくさんの方々が来てくださっているので、歌謡歌楽しんで飛びましょう。手を合わせてください。いただきます。いただきます。每天的菜谱都不一样。这天正好是日本的节分，所以饭里加了黄豆。なんか聞きたいことある人いたり。はい。100か。あ、お願いします。やっぱ花壇の井上真央さんは可愛かったですか。めちゃくちゃ可愛いよ。ちなみに僕もやっちゃいなりたいと思ってるんですけど。あ、いけると思います。超モテる。超モテる。彼女教えて。いろんな女と一人じゃ絞り切れない。今俺ちょっとジャニーズ入ってて、入ってねえよ。ズバリ好きなタイプは何ですか？狙ってんのか。集中してない。大丈夫？大人です。大人。阿部さんに何をしてる？彼に。もう結婚してるんだよ。おお。別に結婚してたって好きなタイプ言ってもいいじゃん。ね、聞きたいよ、ね。じゃあ緊張して落としちゃったよ。13年前日本来た時、ちょうど上田さんが出てきた時、結婚式で一回会ったことあるんで、本当超可愛かったね。あ、先生かわいい。似てる。似てる。でも本当先生かわいいと思います。先生いくつですか？29です。わかんわかんわかん。一回部活見に行ったら面白いですよ。一回ちょっと悩み事なんですよ。悩みそうだね。ちょっと去年の9月まで姉と一緒に風呂に入ってたんですよ。でもこのクラスの人たちがみんな否定するんですよ。どうすればいいですか？いいんじゃないの？なあ、そもそも毎日一緒に入ってるよ。ですよね。ですよね。よかったね。お姉ちゃんこれでしょ。これ。ダメです。それは結構エロい。バレたバレた。もうモノマネがモノマネのレパートリーがすごい。本当に。うわ、無茶ぶりした。本当に。無茶ぶりした。ここまで言われたらもう行くしかないな。やるしかないな。いろいろできるんですよ。やばい。できますよ。お、じゃあ。はい。花壇の小栗旬。じゃあ井上真央さんがいて、でなんか階段登ってって井上真央さんに声をかける。知らねえわ。若いわ。よく知ってるわ。食べてから。汚い。小栗旬もっと清潔。すげえ見てんだろうな。まあ、昨日。それだけのため。まあ、昨日。まあ、昨日。
どうですか、似てたかまあ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 、まあ、私の赤の前で泣かないでください现在的日本中学生真多才多艺。いやもういいよ。やめろいいよ。スカウト来るかも。あれ、ちょっと思った。てか全部歌う気だった。お疲れ様でした。全然やってない。あのありえねっつーのはいよいい、はい、はい、チーズ。一生分の運を使わなかった。ありがとうございます。たくさん入る。ありがとうございます。頑張れよ。ありがとうございます。ダメダメダメ。因为我上高中觉得说好像还是比较严格吧，老师对学生的教育方法，现在好像就像朋友似的，跟老师搞这个事跟学生像朋友似的。時代は進んでますよ。下午仓国来历是睡觉了，所以我在人心町逛一逛。このモクハンガだったら100点以上あるし、可愛いでしょ？可愛い。ない。九九梦二是100年前有名的画家，他喜欢画美女。挺可爱的。还有很多和风杂货。这幅子多少钱？面白いですよね。中国の方？そうです。今年は同じですよね。猿、今年猿。うん、对对。あ、そうそうそう。对对对对。今年は鳥。うん、对。あ、そう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 。なんで中国人？これはベタイスピーキングです。です。そうそうとオールド着物ファブリック。で、ね、スローウェイはデメージだ。サム、そうベタツ優先です。说实话，我去日本应该说真实吗？对，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 这个一定好吃，对吧？すき焼き肉吗？对吧？嗯哼，嗯哼。哎，あれ？思ったより小さめなんですね。すみません、大変お待たせいたしました。ので、お気をつけください。何番外します？好きですか？すき焼きですね。なんですか？値段はやっぱりすき焼きが高いからですか？そうですね、黒毛和牛使って入ってますので。あ、はい、黒毛和牛あんまり牛が入ってない。はい、いや、いただきます。挺好吃的。挺好吃的，觉得吗？但我说实话啊，跟便利店的啊肉包子啊没什么大。人心町最有名的东西就是人形烧，到底是什么样的东西呢？不是家吧？今撮ってるんですけど、ちょっと撮らせてもらっても大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。あ、本当ですか？これです。
へぇー、シック人の。あ、お、重い。重いでしょ。好沉哦。嗯。人形烧是用这种铁板炉子做的点心。これをずっとこれにで味。これをどのぐらい使ってるんですか。もうこれでもう50年ぐらいになるから。50年。うん。うちが今年で109年目だから。これ創業者、おじいちゃんですよ。おばあちゃんに、ひいばあちゃんに、うちの親父とおふくろ。へえ。はい。まあ昔こういう感じで。四代目ですかじゃあ。私は三代目。三代目。はい。あ、すごい。四代目。四代目。引っ込みしてるよ。用这么多鸡蛋做的人心烧，到底是什么样？中国人のお客さん多いですか？あ、すごい多いです。すごい。で、僕もね、最近勉強してるんですよ。すごい。あれ、今ね、プロペラ、你好。你叫什么名字？你你是とか、我是李本人吧。哦。是吧？不好意思。哦。终于等到了人形烧。哦，哎呀，都在。啊，是的。每个脸都不一样长的。这和人形烧的形状是七福神的脸，感觉和中国的八仙很像。圆圆的。红糖，红豆，好吃，好吃是好吃。好像我们会在每集结尾提一个有关节目的问题，这集的问题是详情请关注我们的微信微博